皆さん、こんにちは。文部科学省初等中等教育局教育課程課教科調査官、成川哲也です。これは、独立行政法人教職員支援機構がオンラインでお届けする校内研修シリーズ新学習指導要領編です。この教材は校内研修の参考資料として作成しております。 新学習指導要領について、校内で研修を行う際の資料として活用いただきたいと思います。それでは早速解説に入っていきましょう。タイトルは理科の改定のポイントです。まずはじめに、今回の改定のポイントについてお話しします。小学校理科の 改定のポイントは大きく二つあります。一つ目は、資質能力を育成するという観点から、自然に親しみ、見通しを持って観察実験などを行い、その結果をもとに考察し、結論を導き出すなどの問題解決の活動を充実するというポイントです。二つ目は、理科を学ぶことの 意義や有用性の実感及び理解への関心を高める観点から日常生活や社会との関連を重視するというポイントです。この二つのポイントをもとに改定が進められました。では、目標はどのように変わったのでしょうか。今回の改定において資質能力が 三つの柱で整理されたことを踏まえ、小学校理科においても、その三つの柱に沿って、育成を目指す資質能力を整理しました。はじめに、どのような学習を通して資質能力を育成するのかを示し、次に、括弧一1には、育成を目指す資質能力のうち、知識及び技能を、カッ2には、 思考力、判断力、表現力等を、カッコ3には学びに向かう力、人間性等を示しています。なお、この括弧1、カッコ2、カ3の資質能力は相互に関連し合うものであり、資質能力を括弧1、カッコ2、カ3の順に育成するものではないということに留意してください。 ここからは、それぞれの資質能力について少し具体的に見ていきましょう。まずは知識及び技能です。小学校理科では自然の事物現象についての理解を図り、観察実験などに関する基本的な技能を身につけるようにすることを目指します。知識として自然の事物現象の性質や 規則性などを把握することを目指します。児童は問題解決の過程を通して、あらかじめ持っている自然の事物現象についてのイメージや素朴な概念などを、奇襲の内容や生活経験、観察実験などの結果から導き出した結論と意味づけたり、関係づけたりして、より妥当性の高いものに更新していきます。 技能として器具や機器などを目的に応じて工夫して扱うとともに、観察実験の過程やそこから得られた結果を適切に記録することを目指します。児童が問題解決の過程において解決したい問題に対する結論を導き出す際、重要になるのは観察実験の結果です。 観察実験などに関する技能を身につけることは、自然の事物現象についての理解や、問題解決の力の育成に関わる重要な資質能力の一つなのです。次は、思考力、判断力、表現力等です。小学校理科では、観察実験などを行い、問題解決の力を養うことを目指します。 ここはこれまでと大きく変更になったところです。これまでの小学校理科では問題解決の能力の育成を目指してきました。どのように変わったのでしょうかこれまで小学校理科では学年を通して育成する問題解決の能力が示されてきました。比較して調べること、関係づけながら調べること、 条件に目を向けながら調べること、そして推論しながら調べることを問題解決の能力として、それらの育成を目指してきました。しかし、今回は改定のポイントを踏まえ、資質能力をより具体的に示し、学年を通して育成を目指す問題解決の力もより具体的に示したところです。 第3学年では主に採点や共通点をもとに問題を見いだす力の育成を目指します。第4学年では主に奇襲の内容や生活経験をもとに根拠のある予想や仮説を発想する力の育成を目指します。第5学年では主に予想や仮説をもとに解決の方法を発想する力の育成を目指します。 第6学年では主により妥当な考えを作り出す力の育成を目指します。これらの問題解決の力は主にと示しているように、その学年で中心的に育成を目指すものではありますが、実際の指導にあたっては、他の学年で掲げている問題解決の力の育成についても十分配慮していただきたいのです。また 内容区分や単元の特性によって扱い方が異なること、中学校における学習につなげていくことなどにも留意する必要があります。最後は学びに向かう力、人間性等です。小学校理科では自然を愛する心情や主体的に問題解決しようとする態度を養うことを目指します。 自然を愛する心情として、生物を愛護する態度や、生命を尊重する態度。主体的に問題解決しようとする態度として、意欲的に自然の事物現象に関わろうとする態度や、他者と関わりながら粘り強く問題解決しようとする態度。そして、学んだことを自然の事物現象や日常生活に当てはめてみようとする態度。 などの育成を目指していくことが大切です。さて、ここまでは小学校理科で育成を目指す資質能力について述べてきました。もう一度目標を見てみましょう。カッコ1、カッコ2、カッコ3の資質能力が示されていますが、その前に自然に親しみから育成することを目指す。 までのところには何が書いてあるのでしょうか。この部分を柱書き部分と呼びます。柱書き部分の2行目に何々を通してという言葉があります。ここにはどのような学習を通して資質能力を育成するのかが示されているのです。小学校理科では自然に親しむ 理科の見方考え方を働かせる。見通しを持って観察実験を行うことなどを通して資質能力の育成を目指すということなのです。まず、自然に親しむについてです。自然に親しむということは、単に自然に触れたり慣れ親しんだりするということだけではありません。子供たちは関心や意欲を持って、 自然の事物現象に関わることによって、自ら問題を見出し、それを追求し、その問題を解決したり、新しい問題を見出したりするのです。このように、繰り返し自然の事物現象に関わっていくということまでを自然に親しむという言葉に含めています。次に、理科の見方考え方を働かせるについてです。 小学校理科においては、従来、科学的な見方や考え方を育成することを重要な目標として位置づけ、資質能力を包括するものとして示してきました。しかし今回の改定では、資質能力をより具体的なものとして示し、見方考え方は、資質能力を育成する過程で、児童が働かせる物事を捉える視点や考え方として、 全教科等を通じて整理されました。このことを踏まえ、理科の見方考え方を働かせとし、子供が理科の見方考え方を働かせながら、自然の事物現象に関わることを通して、資質能力を育成するというように整理しました。最後に、見通しを持って観察実験を行うことなどについてです。小学校理科はこれまでも、 問題解決の活動を大切にしてきました。これは新学習指導要領でも同じで、これからも問題解決の活動を大切にしていきたいのです。そこで見通しを持って観察実験を行うことなどのなどには、自然の事物現象から問題を見出す活動、観察実験の結果をもとに考察する活動、結論を 導き出す活動を含め、一連の問題解決の活動を通して、資質能力の育成を目指すとしたのです。さらに、このような活動を通して育成を目指す、カッコ1、カッコ2、カッコ3の資質能力は、自然の事物現象についての問題を科学的に解決するために必要な資質能力として整理したのです。先ほど、 理科の見方考え方を働かせについて説明をしたのですが、ここでもう少し詳しくお話ししましょう。今回の改定では、見方考え方は物事を捉える視点や考え方と整理されました。まず、自然の事物現象をどのような視点で捉えるかという見方については、理科を構成する領域から整理を行いました。 エネルギーを柱とした領域では、主として、量的・関係的な視点で捉えること。粒子を柱とした領域では、主として、質的・実体的な視点で捉えること。生命を柱とした領域では、主として、共通性・多様性という視点で捉えること。地球を柱とする領域では、主として、時間的・空間的な視点で捉えることを、それぞれの領域における、 特徴的な視点として整理しました。しかし、これらの特徴的な視点は、それぞれの領域に固有のものではなく、その強弱はあるものの、他の領域においても用いられる視点であることや、これ以外にも、原因と結果、部分と全体、訂正と定量などといった視点もあることに留意が必要です。次に、 問題解決の過程において、どのような考え方で思考していくのかという考え方についてです。考え方については、これまで小学校理科で育成を目指してきた問題解決の能力をもとに整理をしました。その結果、比較、関係づけ、条件制御、多面的に考えることなどを考え方としました。 子供たちが理科の見方考え方を働かせながら繰り返し自然の事物現象に関わることで子供たちの見方考え方は鍛えられていき豊かで確かなものになっていきますそしてそれに伴って育成を目指す資質能力もさらに伸ばされていくと考えますなお、見方考え方は問題解決の活動を通して育成を目指す 資質能力としての知識や思考力、判断力、表現力等とは異なることに留意する必要があります。最後に今回の改定で変更された内容についてお話しします。この内容の変更はエネルギー、粒子、生命、地球などの科学の基本的な概念を柱として構成し、これらの 科学に関する基本的な概念等の一層の定着を図る観点から整理されました。新しく追加した内容は3つです。1つ目は、第3学年、光と音の性質において、音の伝わり方と代償を追加しました。現行学習指導要領では、音の学習を中学校1年生で行っていますが、その一部を 小学校でも学習することで、小学校、中学校を通じて、音についての理解を深めることができると考えたからです。二つ目は、第四学年、雨水の行方と地面の様子として、地面の傾きによる水の流れ、土の粒の大きさと水の染み込み方を追加しました。第四学年において、この学習をすることによって、第五学年、 流れる水と土地の変化、第6学年土地の作りと変化との関連を図り、それぞれの内容の理解が深まると考えています。三つ目は、第6学年生物と環境において人と環境を追加しました。持続可能な社会の構築という観点から人と環境との関わりについて考える学習を充実させたいと考えました。 学年間で移行した内容は2つです。光電池については、第4学年から、第6学年の電気の利用に移行しました。水中の小さな生物については、第5学年、動物の誕生から、第6学年、生物と環境に移行しました。中学校へ移行した内容は1つです。第6学年、電気の利用において、電気による発熱、 として扱っていた、電熱線の発熱はその太さによって変わることという内容は中学校第2学年に移行しました。このほかにも内容の取り扱いとして、第3学年磁石の性質では、磁石が物を引きつける力は磁石と物の距離によって変わることにも触れること。や、第5学年物の溶け方では水溶液の中では 溶けているものが均一に広がることにも触れること。第5学年、流れる水の働きと土地の変化、天気の変化。第6学年、土地の作りと変化では自然災害にも触れることなどが追加されています。さて、ここまで新学習指導要領における理科の改定のポイントを説明してきました。大きな変更点としては、 見方、考え方と問題解決の力でしょう。資質能力の育成を目指し、どのような事業づくりをすれば良いかについて、研修を深めていただければ幸いです。ご清聴ありがとうございました。